行こう。はい。いっけー。無理は禁物だ。いっけいっけはい。いっけー。これを使おう。なんとかなったね。
さあ、行こう。はい。へい。さあ、行こう。はい。開始だ。さあ、行こう。はい。ハック、開始だ。いっけー。
さあ、行こう。はい。はい。さあ、行こう。いっけ！はあ！みんなのおかげだよ。お前、何してんだよ。来るなっつったろ。お嬢に頼まれてきたって。おいおい、お嬢についていてくれって先に約束したのは俺だよな。おいおい、いつからそんなキャラになった。俺の教育の賜物か。ま、何にしても頼もしいぜ。ありがとうよ。あ、後輩くんも来たんだね。よかったら一緒に攻略しない？この先仕掛けが多そうだし、千歳の後輩くんは私の後輩くんも同然だし、私たち超会長だから、アンダーゼロに一番乗りできちゃうかもよ。これぞリベリオンズ特別特訓の賜物なり。チームの若い奴ら連れてゴールデンなんとかって強いハッカーと猛特訓してきたんだとよ。そうなの。それはもう昼夜問わず猛烈に苛烈で過酷で過激な特訓を。私が弱くて口ばっかりなせいでリベリオンズのユーゴやペイにもバカにされるし、でもそれだって私、いろんな人に認めてもらうためにはまず私が。大丈夫だよ。そうだよ。お嬢のワームモンといい、こいつらといい、変な感じだよな。デジモンが普通のダチみたいに見えるよ。それとも俺たちが知らなかっただけで。よーし、みんな誰よりも早くゴールして、あ、見てなさいよ。友達ってサラダかよ。いっけ、んなこと追いかけるぞ。エリコ、ワームも体重い。こんなところで寝てる場合じゃないの。それなら忘れた？
私はエリカの代わりになるためにいろんなことを教わったんだよ。何でも言って。ワームも岸辺を調べて。
一丁もんでやりますか。正義は必ず勝つなんてな。開始だ。いっけ。たっ。お疲れさん。
汚染された息を止めてやるぞ。はい。へい。汚染された息を止めてやるぞ。
さあ、行こう。はい。開始だ。一丁もんでやりますか。これでとどめだ。俺に勝てるかな。いっけ。はい。なんとかなったね。It's my hacking business! 波に乗ろうぜ。
へへへ、お疲れさん。覚悟しろね。じゃんじゃん続け。やったね、完全勝利。ノーキアたちをすっかり見失っちまったな。リュウジ、何しに来た。エリカについていろと言っただろう。お前を止めに来たんだよ、俺もこいつも。気づかないかリュウジ、ここまでのトラップぬるすぎだ。昔俺たちが攻略した時は全員で挑んでも相当な時間がかかったんだ。どうもこの騒ぎ気な臭い。よそのチームに行ったやつには関係ない。は？お前な！俺はチームを抜けたつもりなんかねえっつの。お前がアンダーゼロに行くっつうからわざわざ来たんだろうが。そんなこと誰が頼んだ。前から言おうと思ってたけどよ、お前真田に対していっつもそんな調子だよな。頭ごなしに突き放してよ。そんなんだからいつまで経ってもあいつが俺たちのところに戻ってこられねえんじゃねえか。年上のくせに大人げねえとは思わねえのかよ。真田のことは関係ないだろ。言ったはずだ、岸辺と手を切るつもりはないと。アンダーゼロの監視は岸辺からの依頼だ。これにはエリカの命がかかってる。どうあっても俺を止めたいなら力ずくで止めてみろ。ああそうか、らしくねえとは思ったが、ちった頭冷やしやがれ。お前ありがとうよ、分かってるとは思うが。俺の邪魔をするな。Thank you.
そりゃ。無理は禁物だ。石頭、チッター、冷えたかよ。なぜ邪魔をする。岸辺の依頼を失敗すればエリカは。お兄ちゃん、エリカ、お願い、これを聞いて。あらあら、いい感じで動いてくれてるじゃない。あなたがいい具合に追い詰めてくれましたからね。あとは彼女がうまくやってくれるでしょう。彼らの達成感を満足させられるレベルにセキュリティのレベルを下げておきます。これでうまくゴールまでたどり着いてくれるはずです。しめ、おい、これひょっとしてアンダーゼロの花。そうだと思う。上城のサーバーに仕込んだマルウェアを経由して岸辺の端末をアンダーゼロに。何か膨大なデータが送り込まれた痕跡があるし、バルハラサーバー全体に岸辺の手が回ってる。コアまで降りちゃダメ。きっと罠だよ。まずい、ノキアたちが先に行ってるんだ。おい、通信が繋がらないぞ。メインフレームを囲うようにデジタルウェーブ数値が上昇してくの。セッティングはカットアウト。エリカ、くそ、早くあいつらに知らせねえと。おい、待て。